とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、ジンペイが変身しますアースウォーカーの必殺技ランキングやっていきます。ではアースウォーカー必殺技が4つありまして、どんなものがあるか見ていきましょう。まずはダイナミックネコエンドです。そしてローラーダッシュ、そしてバックドロッパーニャオス、最後にメモリアルジャンプですね。どんな必殺技なのか使っていきましょう。それではまずはダイナミックネコエンド見ていきましょう。ダイナミックネコエンドは結構広範囲を攻撃できる必殺技となっておりまして、アースウォーカーの中で一番ねダメージが取れる必殺技となっております。これですね、ダイナミックネコエンド、ダイナミックネコエンド。それでは続いてローラーダッシュ見ていきましょう。ローラーダッシュは、まあ、一直線に走り抜ける技ですね。まあ言うたところ、ド発点横一文字切り、そしてパイプラッシュ、そこら辺と同じ技になります。うん、必殺技の中で、攻撃プラス回避としても使っていける技ですね。結構先の方まで、走り抜けます。いきます、ローラーダッシュ。では続いてバックドロッパーニャオスですね。バックドロッパーニャオスはこれも一応回避として使えるんだけども、まあ、若干後ろに下がるだけですね。で範囲がもうちょっと欲しいところだね。範囲はちょっと狭めです。はい、バックドロッパーニャオス。では続いてはメモリアルジャンプですね。メモリアルジャンプは自分の周り、まあ結構範囲としては広めかな、そこを1回攻撃します。隙はね少なめですね。では行きましょう、メモリアルジャンプ、メモリアルジャンプ。こんなもんかな。それではアースウォーカーの必殺技ランキング行きましょう。まずアースウォーカーの必殺技第4位はバックドロッパーニャオスですね。まあ単純に威力が一番低いかな。単純に一番低い威力ということで、第4位ですね。範囲がねもう少し広かったらよかったのよ。レーザーがちょっと細すぎて範囲が狭いので、もうちょっとね広ければ違ってきたかもしれませんけども、まあ4位はバックドロッパーニャオスということにしておいてください。続いて第3位ですね。第3位はメモリアルジャンプです。まあ範囲はね悪くないし、一発しか打たないから隙も少ない。隙も少ないのよ。でもまあ威力としては若干低めかな、アースウォーカーの中では。ということで第3位にしてください。はい、では第2位いきましょう。第2位はローラーダッシュですね。使えるね。回避にも使えるしダメージも、取れる。で範囲も結構走り抜けた周りも倒せるので範囲も悪くないんですよ。ということで第2位にしておいてください、ローラーダッシュですね。で第1位、これは俺ねダントツだと思う。第1位はダイナミックネコエンドですね。まあこの必殺技の破壊力はまあ全必殺技の中でもうピカイチですよ。もうピカイチの破壊力なので、もうダントツの1位だと俺は思っております。はい、まあこれが1位から4位までのランキングとなります。ではね、アースウォーカーの必殺技構成見ていきましょう。必殺技構成なんですけども、俺はねダイナミックネコエンド多め、
で行ってます。これはね、ほんと雑魚戦にも使えるし、範囲広いんでね、雑魚戦もいけるしボスもいけるので、絶対入れておくべきです。もう極論言うとダイナミックネコエンド呼んでいいです。呼んでいい。うん。であえてもう一つ入れるっていうならば、ローラーダッシュを一つ入れておくといいです。うん。でただね、アースウォーカーって必殺技がね、パワータイプとスピリットタイプで分かれるんですよ。ネコエンドとローラーダッシュはパワータイプで、バックドロッパーに合わすと、メモリアルジャンプはスピリットタイプですね。なので自分のステータスに合った必殺技を入れるようにしておいてください。うん。まあ俺は、バックを3つつけて攻撃力を上げてるのでパワータイプにしてるんですけども、まあ全部スピリット系にして、にゃおすと、そうね、ジャンプを入れてもいいのかもしれませんね。まあとにかく俺の構成ではもうネコエンド4もしくはネコエンド3にローラーダッシュ1、これがベストだと思います。ではアースウォーカーで夜の学校行ってみましょう。必殺技構成ですけども、まあ最初に言った通りの猫エンド4です。もうほんと極論これでいい。この4つが一番俺は強いと思います。うん。雑魚戦でもボス戦でももうとにかく強いから間違いないと思います。まあパワータイプだったらですね、パワータイプだったらもうこれをしとけば間違いない。うん。もうとにかく威力が高いし、もう範囲が広いので他がいらないんですよ。他いらない。まあ、ちょっとバラエティ豊かにしたいならば、まあ、ローラーダッシュだよね。もう一つ入れとけば、まあ、十分でしょう。よし。もうこういう隙があればね、もうバシバシも入れていけていいんですよ。うん。よっしゃ。いやーでもね、いまだにやっぱりねブルームーン使う人が多いな。うん。まあ強いからね、仕方ないところはあるんだけども、もうちょっとねアースウォーカー使う人が増えてきてもいいんじゃないかな。うん。確実にね威力はこっちの方があるので、こっちをねおすすめしたいんだけども、あっちはね威力プラス範囲なんですよね。範囲が広い。よし。でも次のアップデートは本当楽しみ。何が来るのかが、うん、楽しみすぎますね。おっしゃ。おっとっと。さああとちょっとでフィニッシュです。あと2発かな。はい。まあこいつはあの鈍足技をね注意してれば、まあ、何度でもなるキャラなので、バシバシいきましょう。はい。じゃあフィニッシュ。あぶねえ、危ねえ。フィニッシュ避けられた。若干歩かれたか。まあいいや、終わりです。はい。やっぱ使いやすい。めちゃくちゃ使いやすいな。アースウォーカー。はい。ということで今日はですね、アースウォーカーのランキングをやってみました。アースウォーカー使いやすいからね、もうぜひね皆さんに使ってほしい。まあ使ってる人も多いんだけどもね。うん。まあ、とにかく猫エンドよ。猫エンドが強すぎるので、まあ、他はいらないっていう今の状況、ちょっとアップデートで変えてもらえればまた面白いかもしれませんね。はい。ではですね、アースウォーカー以外にも12体の妖怪ヒーローがいます。そのね必殺技ランキングもやってますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。